名前は書かないでアンケートを取ろう。みんながこれならめっちゃトロピカれるってことを書いてここに入れて。アンケート終了。ではまず最初のトロピカル読書。それってミノリン先輩、名前を書かなかった意味がないよ。次行ってみよう。トロピカル、女王様になるレッスン。これはローラだね。名前を書かなかった意味が、トロピカル、うさこと友達になる。うさこって、仲良しうさうさ村というゲームに出てくるキャラクターの名前だと。みのりん先輩がこれ書いたの？私のはさっき引いたし。ってことは、名前を書かなかった意味がないよ。